手配とは、麻雀において、各プレイヤーの所有するパイのことを言う。単に手と呼んだり、手の内と呼ぶこともある。手配は局の開始時に、ハイによって、親に14枚、子に13枚与えられる。最初に、親が1枚打パして、以降は、各プレイヤーの手配は13枚となる。なお、各プレイヤーは、自分の手配が、対戦相手から見えないように、正面に立てて配置する。 講義においては、袋下、メンツ及び暗ン紙ンに含まれる。パイ、さらに積もしたパイを含めて、手配と呼ぶ。積もした直後の手配は14枚、打敗した後の手配は13枚となる。ただし、抗を行っている場合は、講師一組につき1枚多くなる。数、量、長配、役などを考える場合に、手配という語は、この講義の意味において用いられる。競技においては、 さらした灰や、積もした灰を含めずに、手灰と呼ぶ。この競技の手灰のことを順手灰とも呼ぶ。この意味における、手灰の枚数は、当初13枚である。その後、袋もしくは暗管を行うごとに3枚ずつ減っていく。なお、最小の手灰は1枚となるが、この状態を、裸短期という。袋や暗管による現象を除き、手灰の変化は、すべて爆弾により生じる。 すなわち、積もした後に、手配の中の一枚を打配することにより、手配が変化する。手配の正常なパターンは、準手配の枚数と袋、暗換の組数で見ると、下の5通りとなる。誤って、これより、手配が多かったり少なかったりすれば、多敗、勝敗となる。プレイヤーが、自らの手配を見やすいように整理することをリパ敗という。リパイをしないと、 手配の構成を見誤り、意図に反して、数量を逃したりチョンボをする危険性があるため、ほぼ全てのプレイヤーは何らかのリパイを行う。ただし、リパイのやり方によっては、他のプレイヤーに、手配の構成などに関する情報を与えてしまう、場合もある。なお、数量の際は、他のプレイヤーに分かりやすいようリパイしておかなければ、ならない。 袋した灰も含めて自分の所有するすべての灰の構成を灰姿という。積もした直後においては積もした灰も含めて灰姿と呼ぶのが一般的である。上記の定義における抗議の手配とほぼ同義である。爆弾などの行為により手配が変化することを手代わりという。抗議には積もした後に手配の中の一枚を打灰することである。これにより 積もしたパイと打敗したパイが入れ替わる。一向調の状態から有効牌を引けば手代わりして天敗ということになる。なお、ポンチイカンなどの行為も広い意味では手代わりである。競技には天敗している状態で町を受け替えることを手代わりという。これにより直前まで通っていたパイが当たりパイになることがある。競技の手代わりの例示文にとって 有利な方向の手代わりを手が進む、あるいは手を進めると表現する。逆に、不利な方向の手代わりを手を崩すと表現する。何らかの危険を避けるなどの目的であえて手を崩したり、ある程度安全なパイを切りつつも、数量を目指す打ち方を回し打ちと表現する。また、数量を諦めて、安全範のみを切り出していくことを折りないし、ベタ折りという、回し打ちの例。 ベタ折りの例。ありがとうございます。